サイモン・クチャーパートナーズは、ドイツボーンを本拠とする経営戦略コンサルティング会社。1985年に設立され、現在は26カ国41のオフィス1 4 0 0人以上の従業員を要する。同社のコンサルティングサービスは、戦略、マーケティング、プライシング及びセールスの4分野に特化しており、コスト削減のコンサルティングは基本的に行っていない。 特にプライシング分野では業界におけるリーディングカンパニーとみなされており価格戦略、価格設定に関するコンサルティングプロジェクトをグローバルで年間1300件ペースで実施している。フィナンシャルタイムズをはじめとして有力メディアからも高く評価されている。共同創設者、ハーマン・サイモン・ビーレフェルト大学の教授で経営思想家のハーマン・サイモン博士。 そして彼の博士課程の学生であった、エカードクチャー博士とカールハインツ・セバスチャン博士の3名によって1985年に、ボンで創設。創設以来、同社のコンサルティング活動は価格に焦点を当てており、鉄道、自動車、科学、産業機器、医薬品、医療機器、ソフトウェア、日用消費財、小売り等の多岐にわたる業界の著名企業に対し、 顧客の購買行動の分析、マーケティング戦略の策定、価格戦略の最適化による利益の最大化について支援を実施。また、1996年、米マサチューセッツ州ケンブリッジにオフィスを開設し、海外で子会社を設立する最初のドイツの独立コンサルタント会社となる。その後、パリ、チューリヒ、東京等の世界の主要都市に、 年に1から2つのペースで新しい事務所を開設し、グローバルなビジネス展開を行っている。近年は急速な成長を続けており、オフィスは26カ国41都市まで増加、また売上も2018年に約3億ユーロ、2020年には3.5億ユーロを突破するなど早いペースでの拡大が続いている。プライシング、マーケティング、 セールスに関するコンサルティングでは高い評価を受けている。特にヨーロッパでの評価は極めて高く、ドイツブランドアインス社によるアンケート調査結果では、マーケティング、ブランド、プライシング領域及び、セールス、アフターセールス、CRM 領域において2014年から2021年の8年連続で1位の評価を受けているほか、 スイスのビジネス誌であるフェナンズ・ウンとビルトシャフトでも2021年3月にマーケティングセールス領域で1位の評価を受けている。また、オランダ MT 誌の2018年12月のアンケート調査結果ではオランダにおける最も優れた戦略コンサルティング会社と評価されている。また、有力な経済メディアからも高い評価を受けておりビジネスウィーク誌で 製品の価格設定方法について優れたアドバイスを行う世界的リーダー企業と紹介され、2021年のフィナンシャルタイムズによるコンサルティング会社の評価ランキングにおいても、マーケティング、ブランド、プライシング領域でのトップ企業の一つと紹介されている。戦略系、コンサルティング会社のマッキンゼー、ボストンコンサルティンググループ、アクセンチュア、ベインカンパニー、 A.T. カ a r n e y ランドベルガーなどが主な競合として挙げられる。世界的なトップ企業をクライアントとしており、製薬、ライフサイエンスの領域において、世界の主要企業の大半を顧客としているほか、自動車、金融、建設業、科学、電気、エネルギー、通信、保険、公共セクター、エンターテインメント、テーマパーク、ソフトウェア、観光、交通、 物流といった幅広い業界に対してコンサルティングサービスを提供している。また、サイモンクチャーは大企業のみでなく中規模企業やスタートアップへの支援も行っており、これらの企業の中には創業者ハーマン・サイモンが提唱した隠れたチャンピオンやウーバーをはじめとするユニコーン企業も含まれている。ありがとうございます。